海上交通の舞台となるインド太平洋では、自由で誰にでも開かれ、法の支配が貫徹されて初めて地域の平和と繁栄が実現すると思います。しかし南シナ海においては逆行する動きが起きており、懸念を持って注視をしております。日本は南シナ海の緊張を高めるいかなる行為にも反対をします。南シナ海をめぐる問題のすべての当事者が力や威圧によるのではなく、国際法に基づき、紛争の平和的解決に向けて努力することの重要性を改めて強調をいたします。その上で、中国がインド太平洋版の NATO ではないかと軍事同盟化の懸念を示していることに対し、その考えはないと否定しました。また、日本学術会議の6人の任命拒否の問題については、国の予算を投じる機関として国民に理解されることが大事だと述べて、任命方式に改めて疑問を呈しました。その上で、学術会議をより良いものにしていこうということで梶田会長と合意をしたと強調し、学術会議側と連携して在り方の見直しに取り組む意向を示しました。